と皆さん、ゆでみ公式コミュニティのイベントをいただき誠にありがとうございました。ゆでみもですね、おかげさまで今日この日ですね、うち8回目のブラックフライデーを迎えることができました。自己紹介してもらってもよろしいですか？あ、そうですね、ユーデミーでブレンダーを主に教えているものです。私もブレンダー今頑張ってますね。今日はユーデミーのミートアップに来ております。シーのシャオシャオでした。はい、ユーデミーの会議室っていうのは全てユーデミーに関連することで、はい、社員から募集して名前が付けられた一部の概要欄にゆめちゃん先生の入ってきます。はい、スタジオ島津の島津さんです。はい、島津です。はい、いつもお世話になってます。はい、ありがとうございます。島津さんのゲームで今ゲーム作ってます。あ、ありがとうございます。 3DRPG を作ってます。ありがとうございます。で、ブレンダーはこの梅ちゃん先生に学んで、はい、はい、作ってますね。いや、すごいです。王者、ブレンダーの王者とユニティの王者に囲まれています。はい、素晴らしい回です。はい、どうも皆さんこんにちは、ジョニーです。ジョニーさん。はい、何されてる方ですか？普段は YouTube でユニティ幼稚園っていう名前で。ユニティ幼稚園、顔出ししてないんですけど。あ、そうですか。ちょっと大丈夫ですか？大丈夫です、はい。ユニティ幼稚園でゲームの作り方とか、あと最近はポケモンを生配信してます。ポケモン生配信です。ポケモンちょっとやろうかなって。小学生向けにやってるんですね。まあ、小学自己満ですかね。自己満ポケモンは自分のためにやってるんですけど、ゲーム開発は幼稚園でも幼稚園生でも分かるようにをモットーに、ユニティ幼稚園っていう名前につけたので。なるほど。もう本当初心者よりもっと初心者だよっていう人でも一応分かるように解説をしてます。なるほど。じゃあこれをご覧のお子さんが持ってる幼稚園の方がいたら、はい、ですね、あの YouTube の概要欄に書いておくので、はい、来てください。来てください。よろしくお願いします。はい、またね。はい、はい。But I really just wanted to come here and say thank you, Arigato. Really appreciate all that you do. You are the primary reason we exist and that we continue to be so successful. ゆうりさんです。どうも、ゆうりさんです。なんか急に撮られることになりました。はい、はい、私の YouTube にあげますので。あ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ゆうりさんは今どんな感じですか？はい、あ、今は、はい、あの SEO とかのマーケティングの仕事をやってて、はい、名古屋から来てたんですね。あ、そうですね、名古屋から、名古屋住んでて。はい、おで最近ホームページを、はい、あの立ち上げて、はい、まあ、これからまた、はい、ユーデミ講師ありつつ、はい、そっちの仕事も頑張っていこうかなっていう感じです。なるほど。ゆうりさんもね、ライティング講座はすごいためになるので。あ、ありがとうございます。これを見てる YouTube の方も買われるんじゃないですか？あ、わかりました。あの SEO ライティングとかの講座出してるんで、はい、よかったら買ってください。はい、YouTube の概要欄に書いてます。はい、ありがとうございます。今日初めましての方で上田哲也さんっていうね、なんとトイック満点、また初めてだったんですけど、トイックって満点取れるんですね。そうですね、頑張れば。すごい、満点ってすごいですね。どうやって取れるんですか？そうですね、そんな難しいことやる必要なくて、はい、簡単な問題を正確に解いてもらいたい。簡単な問題を正確に。そうですね、ボンミスしないみたいな。ああ、でも満点ってボンミスとかじゃない気がしますけどね。いや、でも基本的にすっごい難しい問題って出ないですよ。はいはい、あ、そうなんですか？よく読んだらそうだよなみたいな問題なんで、なんでその、はい、簡単な問題を着実に解いていくみたいな。へえ。そう、難問が出てくるから難しいんじゃなくて、はい、問題数が多いから難しいみたいな。なるほど。じゃあ、一問一問冷静にこうだろうなっていうので解いていけば、意外と満点はいける？そうですね。ただ普通は冷静に解いていくと時間がなくなっちゃうので。へえ。冷静に解いても時間内に解けるみたいな人が満点。なるほど、はい、いい情報を得られましたね。はい、はい、ちなみに上田さんはですね、スピーキングの講座をユーデミに出してますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、購入ください。はい、チュース、またね。このチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週
月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。YouTube使われる。